い、皆さんこんにちは、チェでございます。PC88 のですね、エメラルドドラゴンパート66ですね、やっていきたいと思います。ダンジョンでね、出たらですね、この今までやったものがね、全部リセットかかるみたいなね感じで、またやり直してんですけども、おそらくダンジョンね、これ解いていかないとね、多分ここでやめちゃうと私ね、また思い出せないんでね、ちょっとやばげかなーとね思ってるところでございます。どうでしょうね、このアトリさんさんレベルアップしましたね、タモリさんも上がりましたね。このパートでちょっと終わらせておきたい、終わらせておきたいというか、ちょっと慎重なる状態にしておきたいですね。これね、今光ったでしょ、これでどっかに違いがあるんですよね。一応セーブしておきましょう。これでね、どっかに違いが出てるはずなんですよね。違いというかね、先に条件が多分整ったと思うんですよね。ダムでね、普通にね、出口出てはダメなのね。ダメなので、ここ来ましたね。で、こっち行ってもなんもないのね。どれか当たり付きなのか。おそらくそうなのね。どれか当たり付きなのね。全部じゃなくて光るやつでいいのか。多分これランダムですね、入るたんびにね。消えちゃった、また。うっとうしいんだね、これね。ダメだわ。いやそれ出してもね、タモリさんそれ出してもダメなのよね。ね、いいね、いいですね。こっちなんだけど、これをやっちゃダメな感じがしなくてもないんですけどね。できすぎ本当にね、もう何なのこれ。こっち行ってみようかな。取ってきますねここね。どうなんだろう。はい、はいはい、これ行ってますよね。これ多分もう初めのところに戻ってきてますよね。戻ってきたらこれ左たぐらいに多分ね階段があるんでね、あれ登っちゃダメなんですよね。よいしょ、この辺に多分階段があるはず。元に戻るね。これね、これダメね、いったらダメですよ。ダムでね、どこだ、これか。よいしょ、あらららららら、こうかな、でこう、どこだ、どこに何が出てるんだろう。でこっち行ってみようか。でこっち行ってみて、
て。なんかないかい？ああ、来たね、これね。どこだろう。それとも普通にまた左手で二周した方がいいのかな。これ来てるよね、来てる来てる。ここ来てんのよね。トヘロスが欲しい。おお、これだ、これだ。はい。はいはいはい。下り、に、地下2階ね。レベル2って言ったらいいんでしょうかね。はいはいはい。来ましたね。進捗がありました。上りの階、上りがあるのかい？こっち行ってみましょう。なんかね、いっぱい上りがあるわ。じゃあもう、一個一個ね、潰していきますかね。このパートじゃ無理な気がしてきた。あんだけ上りがあったらね。うわー、またただ召喚のね、人は召喚されたものはね、なんかしなきゃいなかったら下に行くんですね。上に行った方がいいと思うんですけどね。まあそういうルーチンなんでしょうね。よいしょ。はい。ですね。早く先に行きたい。ああ、これもこのターンじゃ無理だな。いける？いけるかな？それは遅いような気がするんだけど。あ、行きましたね。ああ、10万パルス超えましたね。さあ、一応セーブしときましょうね。上がってたらどうなの？おお。たたたたたた。うん、硬いね、相変わらず。え、どうなってんのかな。あ、こっちね、こっちに行きましょう。ここは多分何もないと思いますよ。こんな近くで何かあったらね、おかしいんですけど。でも広いなぁ、相変わらず。ほんと広いわ、これ。ほんと広いね。ほんと広いわ。すごい容量持ってんね。はい、はい、200パルスでした。通り抜けれる壁はないのかな。ここはこんなもんだと思うんですけどね。あまり広すぎると困るでしょ。ね、ここはこんなもんで勘弁してください、本当に。無理だわ、これは無理ね。で、そう言って、うん、そうね。はい、まあ順調です。順調で、いや順調ですよね。で、これで、で元に帰る。あ、宝箱またあった。はい、500パルス。もうね、現金はね、正直いらないですよね。なんかね、強い武器欲しいんですけどね。あ、肩がすごく痛い。抜けれないよね。抜けれなくて、で、これ戻るでしょ。戻って上に行ったら、またあのね、まだ上り階段があるんで、後に回しましょうか。てか後に回すほど奥行きがなかったような気がします。
ね、今見たところね。一ターンで一匹も倒せなかったんじゃない？ああ、またこのパターンね。で、この辺だろう。あ、外しちゃった。ちょっと勘弁してほしいな。で、またこの召喚したものが右下に行くんでしょ。これ、メルチンだね、完全ね。はい。うん、ちょっと待って、2つあるのか。あ、また敵出てきたね。あ、しかもいっぱいだね。もう堪忍してほしいんですけどね。うん、このターンは無理だね。無理でしょうねと。はい、一応セーブします。で、上がってみましょう。で、左手で行っちゃいましょうね。これでね、敵がどうなんでしょう。まあ、あんまりね、このゲームね、何かあのすごい武器とか道具があってそれ取り損ねたからどうのこうのっていうのはないんでいいんですけどもね。その辺は本当にね、心配しなくていいゲームなんで、ね、ファイナルファンタジーとかの感じだとね、本当びっくりしますもんね。まあなくても解けるんですけども、このタイミングじゃないと絶対手に入らないとかね、そんな武器ありますもんね。この辺ハイドライド3のね、あの光の剣はね、あんな序盤で手に入るねみたいなね、笑ってしまうんですけどね。いける？あ、いけないね。よいしょ。で、こっちですね。で、こっち行って、こっちに行って、あー、これはダメな気がしてきた。あー、なんかあるね。一応セーブしましょうか。で、わお。はい。あー、敵か。どうしよう。さっき周りからやっつけちゃおっか。あのタムリンさんがね、召喚してくれたらすごい嬉しいんですけど、どうなんだろう。ああ、もう完全にあれだね。いや、もう私はなんだ、レッサーデーモンからやっつけますよ、もう正直ね。はい、雑魚から倒すべきですね、今までのパターンでいくとね。これを落としいね。よし、1匹だけか。はい、うん、回復 OK ね。ハツノさんやばくないかい。あー、なんかハツノさんすごいやばい気がする。我慢できるかな。ちょっと次ハツノさん回復させてほしいな。でも敵のあれはホスロさんに行きますかね、この分だったらね。ああ、回復させてほしかった。回復させてくれなかった。あれは大丈夫かい。あ、敵逃げちゃうね。よかったよかった。何の敵だろうね。なんか石碑っていうかね、なんか黒い怪しいのがあるんでね、なのかなーって気はするんですけど、ちょっと待って、やばいよハスラムさん。え、タモリンさん何もしないね。ちょっと大丈夫かい。いや、もうここでやっつけましょう。いや、タモリンさん何もしないわ本当に。おいおい、タモリンさん大丈夫かいな。
倒した。アトルちゃんとね、タンボリンさんレベルアップしましたね。今のは一体何だったんだと。突然襲ってきやがって、焦っちまったぜと。んこいつは、紅の古文書を手に入れた。何でしょう。白銀の鎧を倒せし者、黒き道を渡りて青き海原を見渡すであろう。海に仕えし者は従う定めなり。ちょっと微妙ですね。大金塊を手に入れまして、ワラモンの飛躍は関係ないですね。ワラモンの飛躍はまあどうでもいいですね。一応セーブしておきましょう。おっ、ちょっと待って、ロードしちゃった。まあちょっとこの辺でね、終わっておきたいと思いますね。PJ88 のですね、エメラルドドラゴンパート65、この辺で終わっておきたい、66ですね、終わっておきたいと思います。次はね、これ倒した後からやりましょうか。というわけです。どうもありがとうございました。へこむわこれ。